菅総理の大きな政治決断が下されました。国営の諫早湾干拓事業で湾を仕切っている潮受け堤防の排水門を5年間開くよう命じた先日の福岡高裁の判決、これを受け入れ上告しないことを昨日15日表明しました。諫早干拓事業についてはその問題点含めてですね、かなり早い段階から私なりに認識してきました。かなり足を運びました。野党時代からこの問題に深い関心を抱いていた菅総理、公共事業としてのそもそもの疑問とともに、この堤防を締め切ったことによる目の前の環境破壊、特に漁業被害について現場の海にも出て直視してきました。2500億円、それに付随してその海が汚れるという、あるいはその海流が変化してですね、漁場が汚れるという、この問題に対してそれを改善させるためにどうするかという、あくまで今回の判決はその漁師さん、つまりは漁業の皆さんに対するですね、いろんな悪影響に対しての その開門調査を命ずるその判決なんですね。そしてそれ以前に政治家菅直人としてずっと考えてきたのがこの視点。この問題は本質的にこういう2500億円もかけたその事業が必要だったかという問題がまず第一にある。私は無駄な公共事業の象徴だということで、特に野党の時代はそういう主張をしてきました。ですからなぜその作らなきゃいけないのかという最初の最初から疑問があるわけです。しかしそれは残念ながらもう終わったんですね。終わった巨大工事、諫早湾の時計の針を巻き戻すことはもはやできませんが、判決を受け入れ堤防の水門を開くという今回の思い切った総理の判断は、国民が選んだ政権交代の一つの象徴的出来事です。今必要なのはここから前に進むこと。すでにこの干拓事業で農業を営んでいる方々への対応が非常に重要となります。総理は早速昨日次なる指示を発しました。ですから今回の開門をしたとしても、その営農にはですね、悪影響を与えないようにという、水を導くとかですね、海の水が悪影響を与えないようにそういうことはきちっと やるように、それは指示しました。どうすればこの地域で活気ある漁業と農業が共存できるか、全力の取り組みがこれから新たなステージに入ります。